はい、どうも直樹です。今日ご視聴ありがとうございます。今日はですね、奈良県にある日本百名山の一つ大台ヶ原にね、登山していこうかなと思います。来週ね、ちょっと富士山に行くんですけども、ちょっと今日はね、その一緒に行く方の富士山登山に向けての、まあ、練習って意味でちょっとね、こちらの大台ヶ原の方を行きました。で、今日行くコースは東大台コースっていうんですかね、大台ヶ原の有名なスポットを全部ね、一周回れるね、全長 7.5km、コースタイム3時間半のねルートを、日帰りでね、していこうかなと思います。現在時刻9時26分です。それではね、早速行っていきたいと思います。平坦なのを食べるね。はい、今日は職場の先輩2人とね、出ます。大蛇蔵まではこんな感じに割と平坦な若干緩やかな下り坂ですね。結構歩きやすいルートかなと思います。はい、大蛇蔵だと 2.0 キロですね。割と本当平坦でね、こうまた結構渓谷に向けて、下っていくルートですね。はい、こちらが塩から谷になりますね。あれが塩から谷吊り橋です。ここまで割と比較的本当に緩やかな下り坂をちょっと下っていく感じなんですけども、ちょっとやっぱ岩があるので雨上がり、特に今日は7月9日で、まあ梅雨の時期なんですけど、結構滑りやすいんで、ちょっとある程度グリップ力ある靴の方がいいかなと思います。ちょっとスニーカーやとね、若干大丈夫ですか？ちょっとね、滑るかなと思います。で、今から吊り橋渡ります。景色いいっすか？おお、渓谷がいい感じですね。左右こんな感じの、おお、結構紅葉綺麗そう。はい、吊り橋越えてからかなりの急登になってきました。おお、すげえ鎖場がある。これ使いよってこと？そうですね、使ってもいいですし使わないですかでも必要なさそうですね。通常のウォーキングより倍以上汗かいてると思います。たった30分で。はい、今日は久々にアルパインサーモボトルを持ってきました。キンキン。やっぱ夏はマジで冷たい水最高っす。確かにな。そうよね。トトロみたいなルートがちょっと頭当たりますね、ここ。腰痛くなる。腰痛く。はい、現在10時37分ですね。1時間10分で、大蛇蔵と、大足釣りですかね。この分岐点に来ました。で、こっち300メートル行ったら、大台ヶ原で、多分一番有名な景色なんですかね。大蛇蔵っていうね、ちょっと大きい岩がある、まあ、開けたね、景色の場所があるんで、ちょっと今からね、行こうかなと思います。うわ、すでに景色がいい。もうちょっとで、ね、見えますんで、ここですね。あそこちょっと木の橋渡った。見えそうな感じします。やばっ、すっげえ開けてる。やばい、怖え、高度感がすげえ。わあ、すげえ。いや、これ多分でも岩場とかあんま来たことない人マジで怖いと思います、ここは。怖い。あれか、あれですね、大蛇蔵。うわ、すっげえ景色、眺めがやば。気をつけてください。細いですね、だいぶと。これ雨降ってなくてよかったですね。ほんまに降ったらツルツルツル終わってた。この前のこの岩場すごくないですか、大蛇蔵。なんかこれ見るだけで来てよかったと思いますよね。はい、で、ここ大蛇蔵なんですけども、結構ね、蔵って言われるような切り立った岩場がこんな感じにあって、特に紅葉シーズンとかですね、結構もうこの辺色づいてて、めちゃくちゃ有名スポットなんで、で、比較的ここまで歩きやすい道ですし、まあ、初心者の方なんか来れるかなと思います。ちょっとね、一度絶景とか見たい方、もしよかったら来てもらったらいいかなと思います。
はい、大チャイぐらいから少し歩くとね、だいぶと開けた平坦な場所に来ました。すごい綺麗。何か銅像がありました。はい、現在地がここですね。こんな感じにちゃんと、マップちゃんと書いてくれてるんで、割と迷うことないかなと思います。はい、ちょっと今雨が降ってきたんで、アドメみたいなところで、ね、休憩します。で、ちょっと今日動画でちょこちょこ見て映像を映ってるんですけども、こちらの靴、シャトロピックフィーグさんからちょっとご提供いただいた靴なんですけども、こちらキャニオンシューズっていう種類の靴になります。こちらシューズのコンセプトが 4-in-1 多機能、スニーカーということで、4つの機能が、あります。まず1つ目がアクアシューズの利点ということで、速乾性と防臭性が備わってて、排水ホールとかがあるので、結構ね、水に濡れてもすぐ乾くっていう部分で、水陸両用っていう部分で、結構海沿いとかこういう雨の日でもね、使うことができるかなと思います。で、2つ目でハイキングシューズということで、ここアウトソールが二重構造になっているので、こういったちょっとハイキング、山の部分とかでも比較的使えるかなと思います。で、あとこっち軽量なんですけど、重さが両方で 240g ということで、めちゃくちゃ軽量なんで、2つ合わせてとダンクス1個分ぐらいの軽さになっているので、かなりね、快適にやることができます。で、一応、靴底の部分にグリップがあるので、こういった防滑性のね、機能も備わっているので、今日みたいな、ね、若干滑る岩とかでも比較的歩きやすいかなと思います。で、結構デザインがやっぱスタイリッシュなんで、都市普段履きでも全然使えるデザインやし、結構通気性がいいので、この夏とか全然使えるね、都市部でも全然使える靴かなと思います。で、あとこの素材自体がなんか地球に影響を与えないエコフレンドリー素材っていうのを採用しているので、地球環境にもね優しく作られている靴になります。今日登山で使ってる感想なんですけども、こういうハイキング的なトレッキングでは全然使える靴かなと思います。ただちょっと岩場がゴツゴツしてる部分ですかね、やっぱりこのソールが二重構造になってるというのもやっぱ登山靴ではないので、その辺もちょっとね不安の良さがあるかなと思います。ただもう、普段からこういうトレッキングまで結構いろんな場面でね使える靴なんで、割といいんじゃないかなと思います。リンクちょっと概要欄の方貼ってますので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、現在分岐点に来ました。そうですね、こっち行ったら駐車場戻れて、僕らまたこっちの方行きます。はい、ちょっとまだポツポツ雨が降ってます。マサギ峠でとこチェックポイントに向けて歩いていきます。はい、マサギヶ原到着しました。ちょっとだいぶと、霧がちょっと出てきてるんですけども、これはこれでめちゃくちゃ迫力がありますね。なんか木の倒木がめっちゃかっこいいですね。ちょっと写真撮ります。こちらです。はい、さっきのマサギヶ原過ぎてからこんな感じの木の階段が一生続いてます。結構多分高度上がるんで、秀ヶ岳に向けておそらく登ってると思うんですけども、結構しんどいですね、ここ。いやー、風と雨が結構強くなってきましたね。すげー、終わりが見えました。高瀬さん、頑張ってください。皆さん、終わり見えました。お疲れ様です。はい、現在時刻12時39分です。やっと、秀ヶ岳山頂の方を見てきました。ピークの方を見に行きます。はい、到着いたしました。秀ヶ岳山頂、標高1695メートルですね。初めての登山でこの悪天候お疲れ様です。じゃあちょっと雨なんで、屋根のところに行ってご飯食べようかなと思います。おにぎりとカップですね。あ、めっちゃ潰れてる、やば、めっちゃ怖い。はい、ご飯食べ終わって今から駐車場の方にね下山したいと思います。この日の秀ヶ岳から、駐車場までは 1.9 キロですね。もう下るのみです。だいたい 2,30 分ぐらいで帰れるかなと思います。結構階段が連なってるんで、割と歩きやすいルートかなと思います。ちょっと今山頂風が強くなってきたんで、
急いでね下山しようと思います。はい、ということで登山口の方を帰ってきました。現在時刻14時8分で、駐車場出発してから4時間半ですね。ご飯とか休憩込み全部で4時間半で東大コースどこですかね、結構一周ねしてこれました。で、今回ご紹介したトロピックフィールさんのキャニオンシューズ、これね、トレッキングの場所では全然使える靴かなと思います。ただ、やっぱり本格的な登山になるとちょっとね、ソールが薄かったりグリップ力って部分では少し不安があるので、まあ簡単なトレッキングする方から普段ね、普段履き、街とかでも使いたいという方に向けてはね、いい靴かなと思います。よかったらね、チェックしてみてください。次回ですね、今日いた先輩方と実際富士山の方登っていきますので、よかったらそちらの方もチェックお願いいたします。それでは今回はこんな感じで終わろうかなと思います。よかったと思う方、グッドボタン、チャンネル登録の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回富士山動画でお会いいたしましょう。じゃあね。いや、しかもなんか今晴れてきたしな。晴れてほしかった。